おはようございます。吉谷さん、メッセージありがとうございます。今回、影響力の武器というテーマでいただきましたね。この本というのはすごく有名で、ずいぶん昔からね、紹介いただいたんですけども、私はね、こういうふうに YouTube の動画を出すようになって、たまにですね、こういうお話をいただくんですよ。というのはですね、久保さん、こういうことは言わない方がいいですよと。久保さんは影響力があるんで、影響力があるからこういうことは言わない方がいいですよっていうふうにアドバイスいただくんですよ。これ吉谷さんもこういうことを言われることがあると思うんですけども、ちょっと妙だなと思うんですよ。影響力をつけるためにチャンネルを増やしてきたり、影響力をつけるためにこういうふうに放送を続けてきてるんですよね。なのに、影響力があるから言わない方がいいっていうふうに私にアドバイスをくださるってことは、影響力が出たら言えないことが増えてくるのかなって、まあそういう面もあるんですけども、なんか妙な感じがしませんか？だって影響力つけるために皆さんね、こういうふうなネット活動するわけですよ。放送するわけですよ。投稿するわけですよ。自分の放送に影響力がないときって、何をやっても反応がない、何をやってもいいねもつかない、何をやってもシェアされない、商品も売れない、人も集まらない。いや、それでいいんですかって話ですよね。そうじゃなくって、やっぱり稼ごうと思ったり、影響力を持とうと思うから、こういうことをやってるわけなんですよ。なのに、影響力を持ったら、あれをするな、これをするなっていうふうになるってことはね、なかなか面白いなと思うんですよ。さあ、影響力を持った、もしあなたがね、影響力を持ったときに、それを使うなって言われたら、どうしましょうか。これはね、例えて言えば、お金持ちになったけども、お金は1円も使うなって言われてるのと似たような感じなんですよね。今回ですね、影響力の武器ということでテーマをお題をいただきましたので、ちょっと返信してみましたけども、皆さんどうお感じになったでしょうか。それでは、いってらっしゃい。